試合です。オープンウェイト5分2ラウンドマッチ、この試合はマストジャッジで行われます。左側がブラジルのロドリゲスジュニア28歳、右側は大きなファイターです。高渉198センチ、本人曰く2メーターというスウェーデンのムハマド。優勝賞金も大きい1000万円です。ワールドグランプリウェイトでは計量で 107.7 キロだったのがロドリゲスジュニア、 114.05 キロだったのがムハマドです。体を左右に動かして注意を引いているのがロドリゲスジュニア、ほとんど目線とともに動かしませんでした。ムハマドドシーンとマットを踏みしめた。対照的に見えます試合直前のこの2人の表情。さあスタート、ラウンド1、猪木ボンバイへ2015への道、準決勝第1試合はまず左のインロー、ロドリゲスジュニアパンチでムハマドをさらうぞ、対戦された、ここからのパンチ、パウルがこれは得意としている。まるで1回戦ディオンスターリングセット、同じようにね、もうこれはもう1回戦で中村さん十分分かったんですけれども、同じ体勢まで持ち込みました ね、 そ、 うですね。そして落ち着き払っています。勢いが大きく立ちました。自分でいやー、ちょっとすごいタイプですね。すごいですね。ソウルの右ならばとパンチ、首相からの膝詰め込んで詰め込み返してというのがロドリゲスジュニアです。右の腕を相手の脇に差し込んで、ここから膝、それでも一応入れ替える左、これは頭を動かしてかわすんですが、顎が上がってくる、ロドリゲスに危ない膝、ムハマドのパンチ、体勢崩して今度はタックを取っているのが、これはロドリゲスジュニアの方です。いや中村さん引きませんね。そうですね、ロドリゲスジュニアの方はここで落ち着いて、こっちを探ってきたら、だいぶ出血ありますね。効いてますね。これもさっきのムハマドの方で時間を取ります。タイムストップです。タイムストップ、これはドクターチェックが入ります。ドクターチェックがあります。ただ1分16秒で時間を止めてます。1ラウンド1分16秒で時間を止めてます。切れたものなのか、それともバッティングさんですね。ちょっとごちゃごちゃとなって、はい、取れた後に血出てたので、はい、どういう状況か分からないですけど、そこまで深くないと思うので、これ血を拭っているのは右目の周りのようです。眉尻のあたりにもカットがあります。大丈夫ですね。今の有効だ、有効だということですね。今聞こえてないの有効だという振り受けです。打撃がしっかり当たったということです。バッティングではない、オーバーハンドの右、それを見せての組みつき、共にテイクダウンを狙う、そこからの強烈なパウンドもあります。右の蹴り、それから右の拳パンチを得意としているのがフェルナンド・ロドリゲス・ジュニア。それに対して圧倒的なフィジカル、このパンチ、左の当たった、1ラウンド1分39秒 TKO フェルナンド・ロドリゲス・ジュニア選手の勝ち。 Winner is Fernando Rodriguez Jr.